ふわふわ、もふもふ。さ、触りてぇ。なんだこいつ。おい、十兵衛様に近づくな。な、なんだこいつ。猫か、猫なのか。猫でいいんだな。てか、こんなでっけえ猫いんのか。あー、もうどうでもいい、もふりてぇ。ルナ、あの人、全然聞いてないよ。無視してんじゃねえよ、ぶっ飛ばされてんのかてめえ。待て待て、むやみにことを荒立てるな。今のところ敵意は感じられん、放っておけ。そうかな。でも十兵衛様を見る目がなんだか怪しいよ。ほら、こうギューってしたらすげえふわふわなんだろうな。あ、やべえ。ほら、うん、おお、あれ、でっけえ猫、服着てし、立ってし、どうなってんだよこの世界、おとぎの国か。本当だ、かわいい。つか、後ろのあれ、漢字だよな。ふらふら近づいてるけど、大丈夫かよ、襲われたりしねえか。いや、どちらかというと漢字が襲いそうだ。だね、完全につきまとってる。いや、やべえだろ、ここまでのこと考えっと、あの猫とちっちゃい子、絶対弱くねえぞ。早く漢字に知らせねえと。そっか。おーい、漢字くん、ダメだよ、迂闊に近づくと恥ずかしいお仕置きだから。あ、話しかけんなよ。俺は今モフゲが猫って、ってあれ、先輩ら何しちゃってんすか。漢字、無事でよかった。一人か。え、あー、一人っすけど。先輩ら揃って何やってんすか。何って、お前こそ何やってんだよ。いや、俺は気づいたらなんかいつの間にかテレビの中にいて、そんでこのめちゃモフしてる猫が歩いてて。あー、でも漢字くんの気持ちわかる、すっごい毛並み、撫でたら気持ちよさそうかも。そうっしょ、さすが里中先輩、話わかるじゃねえか。頼んだら人撫でさせてもらえねえかな。やめとけっつの、どう見ても普通の猫じゃねえだろ。噛んだり引っかかれたりするだけじゃすまねえの、絶対に。おい、お前たち。うわ、こっち来た。てか、喋ったよ。悪いが、その石を渡してはくれないか。はい、お約束。やっぱこうなるんじゃねえかよ。悪いが、それはできない。これは俺たちにも必要なんだ。そうか、やはりお前たちも苦労しているようだな。あれ、でもなんか違うね。猫の人は急に襲ってきたり無理やり奪おうとしないじゃん。うん、話せばわかるかも。ねえ、そう。じゃ、期待はしねえけど、一丁交渉してみっか。あの、これが一体何なのか、どうやって使うもんなのか、もし知ってたら教えてほしいんすけども。あー、十兵衛様が渡せって言ったら渡せばいいんだよ。だから、お前はいちいちことを荒立てるな、話が進まんだろうが。だってめんどくさいし、こいつらなんか生意気だし、特にあの柄の悪い金髪、あいつはマジでヤバいって。さっさとぶっ飛ばしちゃおうよ。ああ、モフじゃねえやつは黙ってろ。俺のどこがヤベっつんだこら。はい、喧嘩しない。あのね、漢字くん、見た目はこんなだけど本当はいい子だし、可愛いもの大好きなだけなんだよね。見た目はこんなだけど。2回言う必要ねえだろ。てか、フォローになってねえっすよそれ。あなたたちもここではない別の世界から呼ばれたのか。ああ、意図せずしてな。それでこの子たちも一緒に帰らなければならん。
あ、ほら、やっぱり猫の人はちゃんと話してくれるみたいじゃん。おい、お前たち、ちゃんと十兵衛様って呼べ。え、あ、うん、あの猫、十兵衛って言うんだ。私、天城ゆき子、あなたは？へん、不審者なんかにルナたちが名乗る名前なんてないよーだ。あ、ルナ、言っちゃってるし。ルナちゃんってのか、よろしくな。俺は花村。うるさ、近づくな、ロリくん。ロリ？花村くん、そうだったんだ。最低。いや、ちんげーよ。なんで距離取ってんの。ちょ、里中も。俺たちも気づいた時はここにいたんだ。このキーストーンを守ってゴールに着かなければ元の世界に帰れないと説明されている。ゴール？何の話だそれは。聞いていないのか。俺たちはそこを目指して。十兵衛様、こんなロリコン集団まともに相手する必要なんてないって。集団ってまさか鳴神くんと幹事くん？え、まさか私とユキコ入ってないよね。帰るためにはこいつらが持ってる石が必要なんでしょ。だったら話し合う必要なんかないじゃん。ぶんどった方が早いってば。抵抗されたってどうせ十兵衛様が勝つに決まってるし、とにかく早くしないと手遅れになっちゃうよ。いいからお前は落ち着け。ことをせいては子孫じるぞ。まずはお互いの立場を踏まえた上で。うわー、もうじれたい。わかったわかったわかったよ、十兵衛様。要はこうすればいいんでしょ。うわーい。おい、聞こえてんだろ。てめえだよ、てめえ。しかとぶっこいてんじゃねえぞ。さっさと返事しやがれ。こっちは時間がねえんだ。なんだあいつ、誰に話しかけてんだ？はいはい、聞こえてますよ。そんなきっつい言い方しないでください。びっくりしちゃうじゃないですか。って、お前かよ！いるの忘れてたっつの！エントリーだ、エントリー！こっちはルナと十兵衛様が出るぞ！とっとと仕切りやがれ！あ、おい、待て待て！了解です。エントリー受領しました。続きまして、チームイエローのエントリーをお願いします。はぁ？何してくれてんだこいつ！よし！というわけで十兵衛様、あいつら一緒にボコっちゃおう！まったく、お前というやつは。くそ！やっぱ話し合いじゃ済まねえのかよ！ああ、だけど今までの人たちより話せる気がする。ここを切り抜けて。もう一度話をしてみよう。仕方ないね。じゃあ誰が出る？よし、じゃあここは幹事に頼むか。一応あの二人をだな。はぁ、バカ言わねえでくださいよ。ガキとモフモフっすよ。殴れるわけないっしょ。なんで俺怒られてんの。まあいいや。相棒パス。俺が出る。もう一人漢字以外の誰か出てくれ。一旦引くぞ。仕切り直しだ。くそー、覚えてろよ、このロリコンが。だからロリコンじゃねえっつの。で、ああ、行っちまった。くそー、なんで一回も撫でさせてくんねえんだ。そこじゃねえよ、空気読めっつの。だが気になるな、あの猫はゴールのことを聞かされていない様子だった。ルナちゃんって子も気になることを言ってたよね。手遅れになるとか時間がないとか。だが確証がないな。もう少し情報が必要だ。だな、くそ。もっと詳しい話が聞ける相手を探すしかねえか。それにしてもさっきの子相当強かったよね。小さいし可愛いからちょいっと捕まえられそうな気したんだけどさ。うん、私たちペルソナが使えなかったらきっとあっという間にやられちゃうよね。てか、そう考えりゃ
この場所って結局何なんだ？ペルソナ使えるしさ。ああ、そういやそうっすね。ああ、さっきの猫も振りてー。お前はいい加減猫から離れろよ。俺らずっと襲われ続けてんだし、ちっとは緊張感持てって。いやでも変なとこに来んのもう日常じゃねえすか俺ら。どんな慣れだよ。まあそうっちゃそうだけどさ。つかそもそも俺らなんで猫らと戦わされてんすかね。だからそれを知りたくて話してんの。全然聞いてねえなお前。いやまあなんつうか無責任なんすけど、先輩らいるし俺らならなんとかなるっしょっつー。たくのんきだなお前。ま、ぶっちゃけ俺もお前らいて安心してっけどさ、推理の役には立たねえんだよな感じじゃ。だよね。ナオト君がいてくれれば全然違ったけど。ナオトならそこにいる。え？え、ちょ、どこ？本当に？ああ、俺たちの進む先に。本当だ。なんだろう、ちっちゃいことヒラヒラしたこと何か話してるよね。あちゃ、もう始めちまってんのかよ。落ち着け。あそこにいるのはナオト一人だ。ここのルールが二人一組のタッグマッチなら、あの状況で戦闘は発生しない。と、それもそっか。なら俺らが行くとペア揃っちまうから。で、お？おう、ナオト！てめえ何やってんだ。一人でのこのこ危ねえじゃねえか。お前が言うなよ。って待て待て、カンジ、ナオトに近づいたら。け、俺たちも行こう。残念ながらあなた方の言うキーストーンというものを僕は持っていません。しかし状況次第では協力できます。詳細を教えてくれませんか。なるほど、しらを切っているようではなさそうだ。ハズレを引かされたの。ちょっと、その言い方は失礼でしょ。おい、ナオト！え？タツミくん？どうして君が？あ？どうしてもこうしてもねえよ。無事か？え？まあ、しかし、タツミくんもこの世界に来ていたんですね。今ちょうど、この方たちから情報を集めていたんですが。ナオト！ナオトくん！皆さんと、鳴神先輩まで。無事で何よりだ、ナオト。ええ。すみません。僕以外に集まったのは、ここにいる方で全員ですか？おいきなり冷静だな、探偵王子。今のところ俺たちだけだ。ここまでの道中に他はいなかった。なるほど。僕は気づいたらこの世界にいて、周囲を探りつつここまで来ました。知っている人に会ったのは先輩たちが初めてです。え、知らない人には会ったってこと？大丈夫だった？ええ、特に問題はありません。分かったのはここはテレビの中の世界ではないということくらいです。見知った景色もありましたが、そうじゃない場所も存在していて、シャドウもいないし、ざわついた声もない。なのにペルソナは使えて武器もある。それは言い方を変えれば戦う準備が整っているということになります。すげえ、推理ってそんなこともわかるんだ。いえ、まだわからないことばかりですよ。先輩、キーストーンというものに心当たりはありますか？これのことだ。いつの間にか持たされていて、これがないとここを出られないと言われている。なるほど、脱出のために必要な道具というわけですね。それがキーストーンか。携帯できるサイズなんですね。で、この人たちはどなた？キーストーンを探しているそうです。つまりは僕らと同じく脱出を目指している方々ということになりますね。その通りだ。え、ちょいタンマ、この流れはまずいんじゃ。渡りに船とはまさにこのことだな。そのキーストーン渡してもらおうか。の、やっぱり。待ってください、
まさかとは思いますが、力を持って奪い取るつもりですか？さあな、それは奴らの返事次第だ。ま、命まで奪うことはなかろう。どういう流れですかこれ。問答無用でこちらのキーストーンを奪おうとするなんて。俺も知りてえよ。けどこの世界で会う奴らかなりの確率でこうだっつうか。彼らもまたこの世界の被害者。暴力を振るっていい道理などない。分かっているでしょ、ヤトの姫よ。あのな、どこまでもヨイコちゃんのことだ。この状況で譲り合いか。笑わせる。ええ、いくら笑われようとダメなものはダメです。ダメ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 、絶対にダメです。まったく、正義をかざす輩はこれだから始末に追えないな。いいだろう、元よりかりそめの同盟。お前たちとも決着をつけねばなるまい。生きて戻ったらな。待ちなさい、戻ったらの話ではなく。あ、こら、もう。でもあの二人なんか揉めてるみたいだけど。どうする、今のうちに逃げちゃう？だな、今ならやかましいあいつも来てねえみたいだし。あいつ？なあ、多分それ私ですね。そうそう、そういう声しためんどくさいやつで。って出てくんのかよ、タイミングいいなお前。へいへい、黙って老けようたって無駄ですよ。私千里眼的なあれを持っているので。頭の中に直接支援型のペルソナ使いか。え、どうなんだろう、それは分かんないけど、あんま嬉しい相手じゃないって感じかな。私のことなんかどうでもいいじゃないですか。そんなことより今はタッグバトルですよ。結局戦うことになっちゃうんだ。ちょうどいい。おい進行役、さっさとゴングを鳴らしてくれ。そうすればこの小娘も黙るだろうよ。あ、ちょっとあなた勝手に。言われなくても。はいはい、あと10秒でゴング鳴らしちゃいますよ。さっさとエントリーしないと不先輩になって恥ずかしいお仕置きですよ。うわ、完全にルール追加じゃん。ちょっとずるすぎない？やむを得ないな。やろう、陽介。俺かよ。よし、行ってこい、花村。くそ、わかったよ。背中は任せるぜ、相棒。どうやら形勢は不利のようですね。引きますよ、ヤトの姫。くそ、我ながら油断が過ぎたか。なんとかなったみたいだな。あっぷねえ、女の子だってのにどっちも強すぎだろう。すみません、僕が軽率でした。うかつにキーストーンの話を出すべきではなかった。まさか彼女たちがいきなり戦闘行為に走るとは。いいじゃん、無事だったしさ。そういや直人くん、ここまでのことを知らないよね。花村、説明よろしく。ねえ、実はだな。って、また俺かよ。なあ、じゃあ直人もいろんな奴らに聞き込みしてたってことか。会話ができそうな相手に限りですよ。有無を言わさず襲ってくる相手からは逃げましたから。さっきの二人は見抜けませんでしたが。ま、あれは仕方ねえだろう。実際最初から襲ってきたわけじゃねえしよ。ええ、あまり情報が集まらないので少し踏み込んでみようと思った矢先でした。たくよ、漢字が暴走しなきゃもう少し話せてたかもしんねえのに。いや、そのすんませんす。構いませんよ、辰巳くんが来なくてもあまり有益な情報を引き出せていたとは思いませんし。あ、ところでさっきも確認させてもらいましたが、僕らの世界からこちらに飛ばされたのはここにいる人間だけでしょうか。少なくとも仲間の中じゃクマとリセにはまだ誰も会ってないな。なんで私らなんだろう。選ぶ基準とかあんのかな。場所は関係ないんだよね、鳴神くんもいるし。実は私らだけ勇者の血を引く選ばれし者とか。ねえよ、真面目にやれっつの。
待ってください。それはあるかもしれない。クマ君と藤川さんには探査能力があります。それを避けたかったのかもしれません。あ？そりゃ俺らをバラバラにしようっつうことか。いや、それより敵を避けさせないようにかな。敵を避けさせないってどういうこと？この世界にいる人間たち、まあ人間かどうかは不明ですが、彼らは全員僕らのうち誰かがキーストーンを持っていることを把握していました。ここまでの道中、先輩たちは進むたびに戦うべき相手とぶつかってきませんでしたか？そりゃもう次から次へと休む間もなくだぜ。でも、もしクマ君や藤川さんがこの場にいれば、僕らはある程度敵との戦闘を避けつつ進んだはずだ。設定されたゴールがどこなのかは分かりませんが、少なくとも探査能力なしの現状よりはるかに容易にそこへたどり着くことができたはずです。ってことは、俺らをここに落とした誰かは俺らにキーストーンを持たせることで、わざわざさっきみたいな連中と争奪戦を起こさせてるってことか。またどっかで聞いたパターンだな、おい。ええ、ということは僕らが戦い合うことによって何らかの利益を得る者がいるということになりますね。そしてこれも推測ですが、先ほどどこからか聞こえてきたあの声、あの声はある一定地以上ここにいる者たちの行動を管理しているように思いました。支配というかルールを制定している感じですかね。ああ、二人組で戦闘を開始したりしているのもあの声だな。はい、おそらくこの場に集まった者同士を戦わせるために機能しているのでしょう。嫌な予感すんね。普通に考えてあの声がこの戦いを仕組んだやつかもしんないってことじゃない？あるいはその先兵でしょうね。いずれにしてもキーストーンを持ったまま戦いを続けることで最終的に相手の目的が達せられる可能性が高い。そうなった時にもしかしたら僕たちが解放してもらえるのかもしれません。前向きに考えればですが。ああ、ろくな目的なわけねえだろう。そんなもんに利用されてたまっかよ。僕も同感です。だいたいこの場所が気に入りませんね。まるで僕らの記憶を移したようだ。ちょい気味悪いよね。あたしらの知ってる場所がそのまんま出てくるみたいな。犯人は事件のことを知っててこの戦いを仕組んでるってことだよね。このまま先に進んでいいのかな。わかりませんが進むしかないと思います。相手の思惑に乗るのは尺ですが、それが一番真実に近いはずだ。ああ、俺たちが元の世界に戻ることも重要だが、問題はそれだけじゃない。うん、何企んでんのかわかんないけど、もしそれが悪事なら、うっす、ぶっ潰すっす。うん、ぶっ飛ばしちゃおう。全員この手の事態に慣れすぎな。ま、他にできることねえし、仕組んだやつも放っとけねえし、結局やるしかねえんだけどさ。とはいえ慎重に行きましょう。戦闘を避けられればそれに越したことはありませんから。ああ、それじゃあ行こう、みんな。で、ここに戻ってくんのかよ。最初に会った人たちはいなくなったみたいだな。私たちのこと探し回ってるのかも。うえ、縁起でもね。再戦とかマジ勘弁。私はまた誠と戦いたいかな。今度は私もペルソナ使わずに足技だけでさ、包丁とか言って。いや、負けるっつの。てか最悪死んじまうから。あの子の動き明らかに普通じゃなかったぜ。大丈夫だって。あんだけ強かったら相手を無駄に傷つけない戦い方も知ってるよ、きっと。まあそうかもしんねえな。ここ出りゃ二度と会えないだろうし、事件解決したら好きにやれって。てかマジな話、クマの野郎はいねえんすね。テレビん中ならこっから帰れそうなもんすけど。うん、
リセちゃんやクマさんのナビがないだけでこんなに不便なんだね。そうだよ、仲間外れは良くないっていうかさ、卑怯じゃんね。あ、っていうか鳴神くんお帰り。あれ、こういう場合お帰りでいいのかな。それもそうじゃん。おいっす鳴神くん、お帰り。いろいろあって久々って感じじゃねえすけどね。てかここを出るときお前自動的に自分家に帰っちまうのかな。一緒に稲葉戻るならゆっくり話できんのに。まあその時は逆に都会に戻るのが大変でしょうけどね。稲葉と都会の往復には慣れてますし、僕が乗り継ぎのスムーズな電車を教えますよ。ねね、もし鳴神くんも稲葉戻ったら帰りみんなで肉丼食べてこうよ。花村のおごりで。アホか、んな金ねえっつの。相棒の分だけおごるわ。いいじゃんケチ。じゃあジュネスのフードコートでもいいよ。あっちの方が作戦会議感あるしさ。里中さん、人の話聞いてます？本当に相変わらずだな。ああ、盛り上がってるところ悪いんだが。あ、新手か。うお、ビビった。んだいきなりてめえは。辰巳くん落ち着いて、相手はいきなり襲いかかってきたわけじゃない。いや、ナオト、お前も銃口向けてっけどな。まあ、しゃあねえっつうか、俺も反射的に構えちまったっつうか。だってあの人めちゃくちゃ強そうだよ。てか見てよあの武器、でっかい。うわあ、赤いね。ちょっと親近感あるかも。え、そこ。待て、こっちは戦うつもりはねえ。それはこちらの持つキーストーンを奪う意思はないという意味ですか。まあ渡してくれりゃそれに越したことはねえがな。おとなしく渡してくれるのか。それはできない。俺たちは元の世界に帰らなければならないんだ。まあそうなるわな。俺は別にお前らが持ってるキーストーンを無理やり奪う気はねえよ。自分の分は持ってるし、ほら。え？あれって鳴神が持ってるのと同じ色違いじゃねえか。やはりキーストーンは複数あったのか。どうやら本当に敵ではないようですね。キーストーンを集めるつもりなら自分のものを晒すなんて迂闊すぎる。罠にしては大雑把すぎます。いや、罠とかじゃねえし、素直に渡してくれるならもらうけど、そうじゃなければ別にいいってだけだよ。では何のために僕たちに声を。キーストーンを集めろとは言われてるが、どうにもうさんくせえ。それにあいつが動いてやがるのも気になる。あいつって誰のこと。さあ、あの人の知り合いかな、多分。とにかく今までじゃダントツまともな会話してくれそうな感じじゃねえ。いろいろ聞いてみようぜ。ああ、とりあえず俺は鳴神優です。俺はラグナザ・ブラッドエッジだ。ラグ…んだよ、外国の人か。てか分かってたけど、うちらと全然別の世界にいた人って感じだよね。ではラグナさんでいいですか。ラグナでいい。お前は鳴神優。まあどっちでもいいが、お前も巻き込まれた側だろ。ったく、あのウサギ何も説明しやがらねえし。ウサギ、もしかしてウサギの耳をつけたレイチェルという子ですか。ああ、お前らもあったのか。子なんて可愛らしい玉じゃねえがな。そのウサギが四種のキーストーンを集めているらしいんだが。四種、全部で四つか。俺らが言われたのはこのキーストーンを持ってゴールへ行けってだけで、集めろとは言われてないんすけど。そんで人に見つかるたびにキーストーン取られそうになって逃げてきたんだよね。なるほどな。ま、賢い選択なんじゃねえか。この世界に飛ばされた輩なんざろくなもんじゃねえ。お前らみてえなガキがまともに相手したら
無事じゃ済まねえよ。んだとこの、俺らここまで一回も負けてねえっつーの。辰巳くん、せっかく話せる人に会えたんだし、ここは穏便に。それであなたもキーストーンを集めないといけない立場だと思いますが、僕たちと話をしていても大丈夫なんですか？さあな。さあなって、んな無責任な。俺だって被害者だっての。責任なんざ知ったこっちゃねえ。それこそあのウサギに聞けってんだ。そういやあいつなんか変だったな。余裕がねえっつうか焦ってたっつうか、いつにも増してまともな説明がなかったっつうか。クソが、思い出したらイライラしてきたぜ。いっつも勝手な都合で俺を振り回しやがって。決めた、これの蹴りついたらあいつ泣かす。絶対泣かす、マジ泣かす。要するに協力してくれるってこと？わかんないけど、これって話はしてみるけど結局キーストーンくれって展開じゃん。いや、これが欲しいっつうならお前らにくれてやってもいいぜ。え？いや、俺らもそういうつもりはないっすけど。多分肝心なのは誰が持っているかじゃなくて全部集まるかどうかだ。俺が持っててもお前らが持ってても大差ねえよ。そうなの？ただし、その場合は俺についてきてもらうぜ。お前らがキーストーンをなくしたり奪われたりしたら話になんねえ。それが嫌だってんなら言わなくてもわかるよな。え？ちなみに、ついていくってどこに？とりあえずウサギを探す。結局のところあいつが何か握ってんのは確かだからな。おい、どうすんだよ。知らない人についてってキーストーンどころか身ぐるみ剥がされてとかだったら笑えないよ。大丈夫だと思う？いや、あの人は大丈夫じゃないか。多分。僕も同意見です。悪い人にはというか、裏を書いてどうこうというタイプには見えません。警戒は必要ですが、今のところ共闘に値する人物だと思います。どっちにしろ私たちだけじゃゴールがどこなのかもわからないもんね。ラグナさんについてってウサギさんにちゃんと話を聞くのはいいと思う。ああ、その先はその時に考えても間に合うんじゃないか。おう、ケツに入らねえとズンバーなんとかってやつっすね。こけつにいなズンバな。ズンバの位置ちげえから。話はついたか？ええ、ぜひお願いします。キーストーンはそれぞれが持つ形で構いませんか？その石もらった。誰だ？何？急に。女の子だ。でっかい鎌持ってるし、ちょっとかっこいいよ。感心してる場合か。俺ら襲われてんだぞ。ぼさっとしてんじゃねえ。うわあ、今度は何だっつんだ。やりますわね。死角をついたつもりでしたが、勘の鋭さは獣並みといったところでしょうか。ワイズ、ごめん、失敗した。想定の範囲内ですわ。切り替えなさい。うん、私たちは正義のハンター。どんな世界だろうと悪は許さない。さあ、おとなしくそのキーストーンをお渡しなさい。ったく、また面倒そうな連中が出てきたもんだ。ちょ、何すんのさ、いきなり危ないじゃん。お黙りなさい。悪形を企てる者の言葉など聞く価値もありませんわ。ワイスの言う通り、そのキーストーンは悪用させない。世界の平和は私たちが守る。なんで俺ら悪者扱いされてんだよ。多分あの子たちは俺たちと違う説明を受けてるんじゃないか。テイガーって人も言ってただろう。どうやらお互い与えられた情報に齟齬があるようだな。すると、戦うための理由付けがそれぞれ与えられているということでしょうか。一体何のために？なことはどうでもいい。この手の連中は口で言っても無駄だ。一度のししまった方が話が早え。
ラグナさんも思いっきり体育会系てなわけだ。お前らは石持って引っ込んでな。俺も出ます。一人で相手するつもりですか？ねえ、マジ？ナルカミ、気ぃつけろよ。よっしゃー、タッグじゃバトルじゃ。タッグとバトルはファントムフィールドの花だ。てなわけで、気合い入れてエントリー行ってみよう。くそ、声の野郎、いつになくノリノリじゃねえか。構わない、俺は俺のやるべきことを果たす。くっ、足引っ張んじゃねえぞ。来るなら来い。私たちは絶対負けないんだから。